大空翼、日向小次郎をはじめとする日本サッカーの黄金世代が集結した全国中学生サッカー大会は、激闘に次ぐ激闘の末、南葛中と東邦学園の同時優勝で幕を閉じた。そしてそれは新たなる始まり、黄金世代の新たなる挑戦の始まりであった。なんだって、フランス国際ジュニアユース大会が中止？ええ、はい。そんな、わかりました。急ぎ本部に戻ります。片桐君、今の電話は、フランス国際ジュニアユース大会が中止とはどういうことかね？はい、まだ詳しいことはわからないのですが、全国中学生サッカー大会後に我々が参加予定だったフランス国際ジュニアユース大会が中止になったとの発表があったそうです。また同時に新たな大会、ジュニアユースワールドチャレンジがアメリカで開かれることも発表されたと。それは、それで新たな大会の運営からサッカー協会本部に大会への招待の知らせがあったので、早急に情報収集に当たってほしいとのことです。三上さん、一緒に本部へ向かいましょう。ああ、片桐君、ひとまず集めた情報を整理しよう。はい。まず新たな大会、ジュニアユースワールドチャレンジは再来月に開催されるということです。その大会の参加国ですが、フランス国際大会に出る予定だったいくつかの国が参加を辞退、代わって多くの国が新たに参加しています。主なところで言いますと、開催国のアメリカ、アフリカのホープセネガル、伝統の強豪国オランダ、そしてサッカー王国ブラジル。厳しいな、強豪ばかりじゃないか。それにしても、あの噂はそういうことだったのか。噂ですか？ドイツから帰ってくる直前、向こうのサッカー協会関係者が話していたんだ。フランス国際大会に招待されていないことに不満を持った国々が協力して何か計画しているらしいとね。しかしそれは、フランス国際大会への参加を求めることだろうと彼らは言っていた。それがまさかフランス国際大会が中止、さらに新たな大会の開催だったとは。またフランス国際大会前の来月中旬に、日本代表の強化試合として予定していたイタリアなどのジュニアユースチーム、そしてドイツとオランダのクラブチームからも試合をキャンセルしたいと協会に申し込みがありました。おそらく向こうの協会が代表強化のためにスケジュールを変更したのだろう。それらの国だけではなく、フランスなど他の国々も同じようなことを考えているに違いない。我々はフランス国際大会の参加国を前提に戦力を分析し、代表強化策を練ってきましたが、新たな大会は間違いなく我々の想定を大きく上回る激戦が続くことになりますね。その通りだ。いかに大空翼や日向たち黄金世代が育ってきているとはいえ、我々の見積もっていた戦力で新たな大会を戦うのはかなり厳しい。我々はもともと全国中学生サッカー大会終了後に代表候補選手を選んで合宿を行い、そこで代表選手を選抜、その後欧州に遠征し強化試合を行ってフランス国際大会に臨む予定でした。しかし強化試合がキャンセルとなれば、欧州遠征は中止せざるを得まい。となると全国中学生サッカー大会終了から新たな大会まで1ヶ月以上も期間が空いてしまう。我々は外国の強豪と試合をすることで選手たちに刺激を与え成長を促すつもりでしたが、今から
他に強化試合の相手を求めるとなると、かといって国内ではそれほどの競合は多くありません。空いた1ヶ月を有効に使えるとは言い難いです。片桐君、時間はないが、我々も代表の強化策を練り直さねばなるまい。はい、日本サッカーの成長にとってこのチャンスを逃すことは絶対にできません。よし、ダッシュ15本目いくぜ。はい。どうしたどうした、疲れてても全力で走れ。それじゃあギリギリの勝負に勝てねえぞ。はい。よし、それじゃあ休憩だ。ちゃんと水分取っとけよ。石崎、頑張ってるな。おお、後輩の指導は先輩の務めだからな。そんなこと言って本当は受験勉強したくないだけじゃないのか。お前らな。それにしても全国大会決勝からまだ何日も経ってないのに、ずいぶん昔の出来事みたいな気がするよ。全国大会3連覇か。俺たち本当にすごいことをやったんだよな。優勝旗が東邦学園から来るのは半年後か。中学の卒業にはギリギリ間に合うな。ところで今日は何しに来たんだよ。おいおい、今日は3年生のみんなで部室を片付けることになってただろ。そうだっけ。ハリー忘れてた。あれ、翼が見当たらないな。集合時間は伝えておいたんだけど。翼ならさっき連絡が来たよ。病院が混んでて遅れるってさ。そういえば森崎もいないな。今日は石崎と一緒に後輩の面倒を見るって言ってたのに。森崎ならさっき監督に呼ばれて職員室に行ったぜ。そうなんだ。そうだ、翼が来るのをただ待ってるのも退屈だろ。これから紅白戦するつもりだったんだけど、お前らもやっていかないか。いいな、この何日かボール蹴ってなかったし。その話乗ったぜ。よし、それじゃあウォーミングアップしててくれ。俺がチーム分けしとくからよ。
こら、行け行け、はっ、やった、何、はっ、これで、そら、よし、なに、行け、どう、お前なかなかいい動きだったぜ。下級生の中でお前が一番元気だな。俺もそう思う。いいサッカーだったよ翼。みんな遅れてごめん。病院が思ったより時間かかっちゃってさ。翼、怪我の具合はどうだ。ああ、痛みはもうほとんどないよ。本格的に体を動かせるのはちょっと先になりそうだけど、だいぶ良くなってきてる。そうか、それは良かった。でもやっぱりサッカーはいいね。みんなの熱の入った紅白戦を見てたら、俺も早くサッカーをしたくなってきたよ翼らしいな。さて、それじゃ翼も来たし、そろそろ片付けを始めようぜ。あれ、森崎、どうしたんだ、そんなに慌てて。みんな、大変だ。ニューヒーローリーグ？
級生の練習メニューについて話し合ってたらサッカー協会から連絡が来てさ、来月アメリカでやるっていう国際大会の日本代表選手を選ぶためのエキシビションのリーグ戦を開くっていう話なんだ。え？ってことはつまりリーグ戦と代表選考会を一緒にやるようなもんか。それで監督が校長先生と話し合って南葛もそのリーグ戦に参加することになったんだ。マジか。なあ森崎、そのリーグ戦って俺たち3年生も出られるのか。うん、1年生から3年生まで参加だって。そいつはすげえな。そのリーグ戦、俺たちの他にはどんな学校が出るんだろう。気になるだろうと思って組み合わせ表も持ってきたよ。さすが森崎、気が利くじゃないか。どれどれ。全部で14チームの参加で7チームずつに分かれてのリーグ戦か。なあ、俺たちのリーグにはどこの学校が入ってる。東邦学園、武蔵、富良野。強豪校ばっかりじゃないか。代表選考を兼ねてるってことは力が近い相手を同じリーグに置くだろうから、そりゃそうなるよな。どうした翼。俺嬉しいんだ。たとえエキシビションとはいえ全国の強敵たちとまたサッカーができる。そしてそのみんなと一緒に世界ともサッカーができるかもしれない。こんなにワクワクすることはないじゃないか。俺はやるぞ。絶対に代表に選ばれて世界を相手に戦うんだ。翼。ああ、片桐さん、聞きましたよ、ニューヒーローリーグと国際大会のこと。それはちょうどよかった。今日そのことで来たんだ。俺やりますよ。必ず代表に選ばれるようにニューヒーローリーグ頑張ります。翼、そのニューヒーローリーグなんだが、翼にはリーグ戦に出ることよりも怪我の治療を優先してほしいんだ。え？翼は代表に欠かせない選手。そのことはすでに全国のみんなが知っているし、代表選考会議でも意見は一致している。だから今は試合出場を我慢して国際大会に向けて怪我を治すことに力を注いでもらいたい。それを伝えに来たんだ。そんな、俺は。翼には悪いけど俺は片桐さんの言う通りだと思うよ。森崎。俺もそう思うな。全国大会の活躍を見れば翼が代表に選ばれるのは確実だ。ああ、日本の10番をつけるのは翼しかいない。だからこそ怪我は完璧に治さないとな。俺はそんなに世界のサッカーに詳しくないけど、国際大会ってなれば世界のすごい選手がいっぱいいるだろうし、いくら翼でも体調を万全にした方がいいと思うな。みんな、でも翼、我々も試合に出てはいけないというつもりはない。怪我が治って体調が整ったら、その時はニューヒーローリーグに出て思う存分戦ってほしい。だが国際大会で我々が世界と戦うためには万全の状態の翼が必要だと考えている。そのために今は少し我慢してほしいんだ。翼、片桐さんやみんなの言う通りだぜ。お前のいない代表なんてありえねえ。それにお前だって世界の連中と体の心配せずに思いっきり戦ってみたいだろ。それはもちろん。怪我さえ治ればお前は誰よりもすごいんだ。そのことは俺が一番よく知ってる。だからここはみんなの言う通りにした方がいいんじゃないかな。分かった、みんなの言うことに従う。でも俺もリーグ戦の出場は諦めない。
必ず復帰できるように治療とリハビリを頑張る。その間チームのことは頼んだよ。おう、任せとけな、みんな。おう、とりあえず俺たちの練習メニューはこんなところか。翼はしばらく練習なしか。俺は普通に練習しても大丈夫だと思ってるんだけどね。ダメだよ翼、せっかく治ってきた怪我が悪くなったら代表どころじゃなくなっちゃうぞ。このリーグ戦エキシビションとはいえ代表選考となればみんな本気で来るだろうな。フラのあたりは全国大会の借りを返そうとするだろうし、東邦学園も燃えているだろうな。たとえエキシビションでも中学サッカーを3連覇した俺たちが負けるわけにはいかない。みんな絶対に全勝しよう。もちろんさ、プライドにかけて絶対に全勝してみせるぜ。とはいえ翼がいないのはやっぱり不安だな。それは確かに。翼が抜けたチームにどんな選手を入れるか、そいつが問題だな。いっそのことフォワードを入れて前線を思い切り分厚くするのも手かもな。下級生を一人抜擢したらどうだろう。え、どういうことだよ森崎。さっき監督と話し合った時に話題になったんだけどさ、この夏は予選から全国大会まで3年生のレギュラーで固めて戦っただろう。その分下級生は真剣勝負の経験が不足してる。だから来年以降のことを考えて少しでも誰かに経験を積ませた方がいいと思うんだ。なるほど、言われてみれば。下級生もそれなりに強いけど大友中には新田がいるしな。そこを勝ち抜いて全国大会に行ったら今度は武志や佐野がいるのか。やっぱり先輩としては全国4連覇を目指してほしいところだし、森崎の言う通りかもな。ってなると今度は下級生の誰を選ぶかが問題か。それなら彼はどうかな。さっきの紅白戦でなかなかのプレーをしてたし見どころがあると思うんだ。ああ、彼か。そういえば翼のプレーを真似してるのを何度か見たことあるよ。結構うまかったな。あいつか、確かに元気だしガッツもありそうだしいいかもな。ちょっと話があるんだ。おいおい、ちょっと早とちりすぎるぞ、落ち着いてくれ。実はというわけで今度の新しいリーグ戦が開かれるんだけど、俺は当分の間出ないことになったんだ。それで誰か選手が一人必要なのと、来年に向けてそのリーグ戦で下級生に経験を積ませようってことになってね。そこでお前に声をかけたってわけさ。紅白戦でいいプレーしてたし何より元気とガッツがありそうだからな。けどはっきり言っとくぜ、俺たちレギュラーの練習は今までの練習よりもさらに厳しい。けどお前ならきっと耐えられる。根性を入れてついてこい。いいな。こいつは期待外がありそうだぜ。言ったからには耐えてみせろよ。いいな。下級生だからって遠慮することはないぜ。聞きたいことがあったら何でも聞けよ。できる限り教えてやるから。不安もあるだろうけど頑張り続ければ必ず報われる。だから一緒に頑張っていこう。もう帰らなきゃ。そろそろポルトガル語の家庭教師が来る時間なんだ。そうか、それじゃあ勉強頑張れよ。あ、それじゃあ。翼はすげえよな。ブラジルに行くために1年生の時から現地の言葉を熱心に勉強してるんだから。
まあ外国でプロになるなら必要だし、だったら翼にとってはサッカーの練習みたいなものだろう。言えてる。よし、それじゃあ明日から本格的に自分たちを鍛えていこうぜ。おう。でも大きなスタジアムだな。俺たちがここに来るのってもう何度目だっけ？おお、ちょっと覚えてないな。翼、学校に残っててもよかったんだぞ。そうはいかないさ。ベンチに入らないとはいえ、俺もチームの一員。スタンドでみんなと一緒に戦うよ。ああ、見ててくれ翼。軟活のプライドを汚すような真似は絶対にしないぜ。俺たちの猛練習によくついてきたな。疲れてないか？サッカーのスタミナか。それなら俺も無限にあるな。君は本当にサッカーが好きなんだな。俺も見習うぞ。そうだ、みんな聞いてくれ。俺はしばらくみんなと練習ができないし、試合にも出られない。だからこのリーグ戦、キャプテンを石崎君にやってもらいたいと思うんだ。え、俺？うん、頼めるかな。うん、石崎ならいいんじゃないかな。いつも声出して練習を引っ張ってるのは石崎だし、俺もいいと思うぜ。石崎、キャプテンの言うことには従わないとな。俺が軟活中のキャプテン。わかった、翼に頼まれちゃ断れないよな。その話引き受けるぜ。うん、頼んだよ石崎君。いや、石崎キャプテン。お、任せとけ。よし、それじゃみんな元気よく開会式に行こうぜ。おう。サッカー協会が主催するリーグ戦、ニューヒーローリーグ、その開会式が間もなく始まります。今月初めに行われた全国中学生サッカー大会およびその都道府県予選で日本中を賑わせた強豪校を集めたエキシビションの大会ですが、来月にアメリカで行われるジュニアユースの国際大会の代表選考の意味合いを持つ重要な大会でもあります。強豪校同士の戦いはもちろん、代表の椅子をめぐる子と子のぶつかり合いにも注目です。今回参加したチームの中から果たして誰が日本代表に選ばれるのでしょうか。これより入場行進です。どうにかこの日を迎えることができました。この短事実でよくここまでこぎつけたものだ。まったくです。大会趣旨を理解し参加してくれた各校の関係者には本当に感謝しかありません。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されるジュニアユースワールドチャレンジ、しかもその新たな大会にはフランス国際大会よりも数多くの世界の強豪が参加してきている。想定していた代表合宿などの強化策では
それらの国々と戦い続けられるだけの力をつけることはできない。はい、選手を大きく成長させるもの、それは試合です。そう、そのためのこのニューヒーローリーグだ。たとえエキシビションの大会であろうと、代表選考がかかっているとなれば、選手たちもおのずとプレーに力が入るだろう。全国大会で選手たちが見せたようなギリギリの戦いから生まれる実力の伸び、それがこのニューヒーローリーグでも見られれば、そしてもう一つの目的も達成できれば、それは世界と勝負するための極めて大きな力となります。ああ、あとは彼らを信じるだけだ。みんな、いよいよニューヒーローリーグが始まる。相手はどこも力があるチームだし、全国大会3連覇した俺たちをぶっ倒そうって気合を入れて向かってくるに違いない。けど俺たちは王者なんかつだ。自信を持って戦えば必ず勝てる。気合負けだけはするな。そして絶対に全勝するぞ。いいな。おう。君はこれが初めての試合だ。緊張してないかい？楽しみで仕方ないって顔してるな。いい度胸してるじゃねえか。頼もしいぜ。君はみんなを信じて自分のプレーをすればいい。期待してるからね。それじゃあ俺はスタンドで応援してる。みんな頑張ってくれ。おう！いくら軟活だろうと、翼がいないならどうってことはないな。何？この試合、俺が中盤を制してお前たち軟活に初めての敗北を味わわせてやるぜ。やれるものならやってみろ。軟活の中盤には俺がいる。中盤の主導権は絶対に渡さん。それにしても1年生がスタメンとは、お前のチームも案外層が薄いらしいな。本当に大丈夫なのか？お、案外紳士的なんだな。よろしく。たけい。まあいい、先輩として真剣勝負ってものを教えてやるぜ。おう、ちょっと話があるんだ。俺たち軟活中にはトップレベルの選手が揃ってるけど、全国にもすごい選手たちはいっぱいいる。で、このニューヒーローリーグはそいつらが集まってるレベルの高いリーグ戦だ。試合で頑張って活躍すれば、たくさんの選手に興味を持ってもらえて、そいつらと知り合いにだってなれる。そうやっていろんな選手と仲良くなったり、ライバルとして競い合ったりして自分を成長させてみろ。こんなチャンスはめったにないぞ。張り切って頑張れよ。We'll be right back.
ご覧ください、スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆、熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。南葛対南宇和、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド南葛、攻守にバランスの取れたフォーメーション、際立った特徴はないものの見どころのあるチームです。どんな相手にも臆せず戦う姿勢を見せてくれることでしょう。そしてアウェーサイド南宇和、攻守にバランスの取れたフォーメーション、テクニシャン石田君を中心として攻守に統率の取れたチームです。前線に構える武井君は得意の空中戦でゴールを脅かします。まもなくキックオフです。かわして振り切った、これはごぼう抜きだ。キスギ君、ここからチャンスを作れるか、連続突破で見せます。かわして振り切った、キスギ君一発のシュートを放った、はじきます、大きくクリア、こぼれ球をものにした、ワンタッチで送る、横をすり抜けた、次々に変わっていく、鋭いスライディング、大西君パスを回す、このタックルは不発に終わります。横をすり抜けた、かわして振り切った、距離感でボールを運ぶ、これはごぼう抜きだ、兵道君素早く横に倒す、これを正面から抑えに行く、大事そうに抑えた、いけ、おら、ボールダッシュ成功、チャージが決まった、それこのパスは取れない、鋭いスライディング、ドリブルで突破、スライディングで止めた、いけ、かわして、岩見くんパスを出します、ドリブルでボールを運ぶ、かわして振り切った、それそれ、伊沢くんパスを出します、横をすり抜けた、キスギ君力を貯めて強烈でシュート、決死のセーブでゴールを割らせない、キスギ君ここでゴールを受けます、山森君ここはパスを出した、ゴール前に持ち込んだ、渾身のシュート、豪快のシュート、渡辺君決死のセービング、これたちが勝つ、ゴールを決めてきた、ふん、長いパスが通った、いけ、もらった、何、岩見くん激しいタックル、タッチくん、ここからチャンスを作れるか、横にかわして突破、これはごぼう抜きだ、横をすり抜けた、ここからシュートに持っていく、タッチくん必殺のシュートを放った、あ、弾きます、タッチくんパスを回す、かわして振り切った、これはごぼう抜きだ、必殺のシュートを放った、キーパーは一歩も動けず、これで2ゴール、やったぞ、いけ、ゴールで答えます、よし、やっそー、いけ、素早く横にかわす、止められない、やっていく、素早く横にかわす、チャージが決まった、それいけ、それそれ、横にか
して突破、止められない横をすり抜けた、素早く横にかわす、これはゴムドリだ、かわして、なんかつキャプテンのバックあふれるプレーがチームの勢いに火をつけてる、これは反応しているぞ、あっとこれを弾いた、激しいタックル、これで前に持ち込む、横にかわして突破、豪快にシュート、必殺のシュートでゴールを狙う、あー弾きます、このボールをつなげられるか、ここからシュートに持っていく、タックル、渾身のシュート、あーとそのまま押し込んだ、まさに俺だって滝さん、いきなりパスを出した、パスを回す、それそれ、西田君パスを出します、兵道君素早く横にかわす、連続突破で抜け出す、鋭いスライディング、山森君ここはパスを出した、それ横にかわして突破、これはドボンズだ、横をすり抜けた、かわした、ドリブルでボールを運ぶ、ゴール前です、大西君ほら激しいタックル、さあ村田君横にかわして突破、体ごとぶつかっていった、それ素早く横にかわす、これはドボン抜きだ、このスライディングが決まった、南湯はテクニカルなサッカーが炸裂するのか、長いパスが通った、山森君素早く横にかわす、西田君ボールを奪うことができません、かわして振り切った、素早く横にかわす、体ごとぶつかっていった、もらったぞ、それはゴール抜きだ、南葛前半を終えて大量リード、さあ後半開始、岡崎君このボールをコントロール、このスライディングが決まった、チャンスが決まった、かわして振り切った、体ごとぶつかっていった、ここはパスを出した、素早く横にかわす、パスを回す、それかわして振り切った、止められない、タッチ君力を張って強烈なシュート、渡辺君このシュートに反応している、タッチ君ここでボールを受けます、大西君ここは抜かせません、高井君このボールをコントロール、横をすり抜けた、あとドリブルを見送る、高井君横にかわして、小田君このスライディングが決まった、杉君横にかわして、大西君ボール出す成功、スライディングでカット、かわして振り切った、石田君タックルも決めた、岩見君このスライディングが決まった、スライディングで止めた、そんな山森君スライディングでカット、小林君激しいタックル、チャンスが決まった、岩見君ここはパスを出した、かわして振り切った、いけダイレクトでパス、かわして振り切った、スリーブシュートを放った、まさにヒット、どうだ見たか、ロングパスを受けます、パスを出します、後半15分が経過、ここからラストスパートをかけてくれた、鋭いスライディング、岩見君ボールを奪うことができません、伊沢君スライディングでカット、かわして
で振り切った。センターラインを越えて攻め込む。タッキー素早く突っ込む。スライディングで止めた。ジャーナが決まった。ダイレクトでパス。スラ君このパスをカットします。それ岩見君ボールを狙うも届かない。メルダとぶつかっていった。大西君ボールを奪った。それかわして振り切った。これはドボーヌか。キスギ君横にかわしていった。必殺のシュートを放った。防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。連続突破で見せます。横をすり抜けた。キスギ君ボールを奪うことができません。横にかわして突破。体ごとぶつかっていった。それ風が決まった。ドリブルでボールを運ぶ。横をすり抜けた。連続突破で見せます。かわして振り切った。なんかつキャプテンのガッツあふれるプレーがチームの勢いに火をつけたか。スライディングで止めた。かわした。スラ君スライディングで勝ちもらった。小松君横にかわして突破。いけ。パスを回す。それ力を貯めて強力でシュート。これは反応しているぞ。渡辺君決死のセーブでゴールを割らせない。こぼれ球をものにした。ここは抜かせません。素早く横にかわす。鉄筋を切り裂く。渾身のシュート。必殺のシュートでゴールを狙う。ここで鋭く反応。まさに狙い通りだ。圧巻のハットトリックです。よしやっよし絞って。はぁ、南湯はテクニカルなサッカーが炸裂するのか。ドリブルで突破。連続突破で見せます。横をすり抜けた。タッチ君必殺のシュートでゴールを狙う。これはキャッチできない。ここでボールを受けます。劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。よし勝ったぞ。へへ、南葛中キャプテンとしての初勝利か。悪くねえな。くそー、翼がいなくてもこんなに強いなんて。これがチームの総合力ってやつか。石田、俺たち南葛の選手は翼をそばで見ながら自分たちを鍛えてきた。つまりチーム全員が翼を手本にレベルアップしてきたんだ。これも南葛の強さの一つなんだぜ。なるほど、いい手本がチーム全体の力を引き上げるか。覚えておくぜ。お前たちは全国を制し続けた王者。
負けられないプレッシャーも大きいと思うけど、次の試合も頑張れよ。ああ、お互いに頑張ろう。どうしたんだよ石田、なんか嬉しそうじゃねえか。ああ、今後のためにいいことを教わったからな。いい手本に刺激されて自分もそこまで上手くなろうとする。考えてみればサッカーが上達する基本だ。自分がその手本になってチームメイトのレベルを引き上げる。これは新しいモチベーションだぜ。見てろよ南葛、高校サッカーで必ずリベンジしてやるからな。それにしてもこの俺がまさか1年生にテクニック勝負で負けるなんてな。今年の夏は上には上がいることを思い知らされてばっかりだぜ。だがこの悔しさは絶対に忘れないぞ。これをバネにして高校サッカーでは日本一になってやるからな。それじゃあ今日の練習は終わりだ。ありがとうございました。みんなまた明日も頑張るぞ。だからしっかりご飯食べてしっかり寝ておくんだぞ。はい。あれ、石崎はまだ帰らないのか。ああ、俺はもうちょっと練習してく。南葛中のキャプテンになったんだぜ。どんな試合だろうと恥ずかしいプレーはできないだろう。そういえば石崎は南葛 SC の選抜テストの時も毎日必死で練習して合格したんだって。マナブが言うには、あの時は石崎だけ合格が怪しかったからチームの全員で無理やり特訓させたんだって。でも俺はへこたれずに頑張ったんだぜ。だからここまで来られたんだ。それに他にも理由があるんだ。他にも？みんな、全国大会決勝の前の夜、宿舎で俺が言ったこと覚えてるか？翼の最後の試合、完璧な体調で臨ませてやりたかったって。ああ、覚えてるよ。全国大会の決勝が最後のつもりだったけど、今回新しいリーグ戦ができて最後の試合がもう一回来た。翼がいつ完璧な体調になるのかそれはまだわからないけど、最後の試合にはきっと間に合う。そしてこのリーグ戦最終日の最後の試合は俺たちと東邦学園、あいつらはそこまで全勝で来るはずだ。だから俺たちも何が何でもそこまで勝ち続ける。それでもって最後は翼と一緒に東邦学園に勝って、無敗のまま翼をブラジルに送り出す。あの下手だった俺が南葛 SC に入って全国優勝して、南葛中では全国大会3連覇まで成し遂げた。それもこれも翼に出会ったおかげだ。だから最後の最後、エキシビションとはいえ全国大会の優勝校同士が全勝で戦う最高の舞台を作って、そこで翼に恩返しをしたい。そのために今できることに必死になりたいのさ。石崎、お前キャプテンだからってカッコつけすぎだぞ。何？そうさ、石崎一人にそんないいカッコはさせないぜ。翼に出会って変わったのは石崎だけじゃない、俺たちみんなそうさ。終鉄と南葛の対抗戦で初めて翼と試合をした時の衝撃は今でも覚えてるよ。前の年に全国優勝した俺たちが抜かれて、全国大会無失点だった若林さんからも点を取ってさ。ほんと、あの時の翼は驚きだったな。けどあれから俺たちも翼に追いつけるように頑張ってきた。だから今があるんだ。俺も小学生の全国大会でヒューガのシュートを顎に受けてボールが怖くなった時、ボールは友達、怖くないよって励ましてくれて、
ボールに立ち向かう勇気をまた持つことができた。翼に恩返しをしたいのは俺たちみんな一緒さ。お前ら、そういやお前はプレイの真似をするくらい翼を見習ってるんだっけな。お前のサッカー人生も翼を見て変わったってわけか。それじゃ俺たちと同じだな。それじゃあみんなもう一丁頑張っていくぞ。ああ、今日は頑張ったな。もうお腹が空いて倒れそうだぜ。俺もさ。みんな、翼、こんな時間まで練習してたの？ちょっと張り切っちゃってな。翼はランニングか？ああ、軽いランニングくらいは大丈夫だってお医者さんから許可が出たんだ。よかったな、一歩前進じゃないか。締めのランニングって大した1年生だぜ。翼もお前もあんまり無茶するなよ。二人とも気をつけてな。ああ、みんなも気をつけて。それじゃあ行こうか。よし、ここで一度休憩しよう。ふう、体を動かせるようになったのが嬉しくてちょっと飛ばしすぎたかな。それともここのところ休んでたから体がなまっちゃったのかな。ああ、そのために一歩一歩頑張るよ。リーグ戦の間に体調を万全にしたいからね。君は夢ってあるのかい？君もそこを目指しているのか。プロのサッカー選手はサッカー少年なら誰もが憧れる夢だよね。君は知ってるかもしれないけど、俺は中学を卒業したらブラジルに行く。ブラジルには俺のサッカーの師、ロベルト本郷がいるんだ。そしてそのブラジルで俺はプロのサッカー選手になる。そのために小学生の時から今までずっと努力してきたんだ。お互い夢のために一緒に頑張っていこう。お前確か、うん、そうだな。よし、
翼は今日はいないのか。まさかそんなにあの時の怪我が。ああいや、怪我は良くなってきてるよ。ただ完璧に治すことを優先してるってだけさ。そうか、ならいいんだが。けど翼がいないんなら俺たちのスカイラブを止められる奴はいない。つまり今日の試合は俺たちがもらったようなものだな。そうはいかない。南葛のコールマウスは俺が守る。そうだ、俺たち南葛ディフェンス陣をなめるなよ。お前がいくら個人的に優れていようと、サッカーはコンビネーションだ。つまり日本一のコンビプレイヤーである俺たちが最強だって分からせてやるからな。それ今聞くことかよ。まあ俺たちは双子ですごく似てるからよく聞かれるんだけどよ。とりあえず今は背番号で覚えとけ。なんかこいつのペースに巻き込まれちまったな。さあ、いよいよ始まりますこの一戦。好ゲーム必至の対決に大観衆の期待は高まるばかり。南葛対花はここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。さあ、大歓声の中両チーム選手の入場です。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド南葛、攻守にバランスの取れたフォーメーション、極めて総合力の高い強豪と呼ぶにふさわしいチームです。攻守に堂々たる戦いぶりを見せてくれることでしょう。そしてアウェーサイド花は、攻守にバランスの取れたフォーメーション、ご存知立花兄弟のアクロバットサッカーが何といっても見ものでしょう。双子ならではの抜群の連携プレーはどんなチームにとっても脅威です。まもなくキックオフです。熱戦の火蓋が切られました。鋭いスライディング、守備陣の隙間を狙う加藤君、飛んでかわして体ごとぶつかっていった。パスを出します。滝君ロングパスだ。ロングパスを受けます。横をすり抜けた。スライディングで止めた。トラ小野君横にかわして突破。これはごぼう抜きだ。そんなチャージが決まった。滝かわして振り切った。止められない。滝君素早く横にかわす。横をすり抜けた。滝君連続突破で見せます。ゴール前に持ち込んだ。渾身のシュート。吉倉君これはキャッチできない。パスを回す。素早くつなぎます。山森君横にかわして突破。連続突破で見せます。かわして振り切った。山森君シュートを放った。パントキックどこまで運べるか。伊沢君素早くつなぎます。かわして振り切った。敵陣を切り裂く。高
武田君、スライディングでカット。チャージが決まった。武田君、このスライディングが決まった。山森君、いけ。さあ武田君、素早く横にかわす。鋭いスライディング。ハマイ君、素早く横にかわす。岩見君、ここは抜かせません。パスを回す、横をすり抜けた。連続突破で見せます。なんだろう、キャプテンのダッシュは不安定が、チームの勢いに火をつけた。吉倉君、このシュートを正面から受け止める。このシュートを止めるパターンとはいかせないぜ。あっという間に前半の15分が経過。ここから流れを掴むのはどちらのチームか。それよ、かわして振り切った。杉君、連続突破で見せろ。スライディングで止めた。かわして振り切った。そら、ラサ君、飛び越えた。敵陣を切り裂く。ここからシュートを打っていく。森崎君、このシュートを正面から受け止める。ゴールは奪わせません。滝君、ダイレクトでパス、かわして振り切った。チャージが決まった。いけ。それは大丸君、激しいタックル。このパスをトラップ。それ素早く横にかわす。小田君、スライディングでカット。そらそら、中村君、タックルも決めた。パスを回す。滝君、パスを出します。それ、中村君、タックルも決めた。素早く横にかわす。ドリブルと見せかけてパス。中杉君、ここは抜かせません。素早くつなぎます。マーゴを奪い返した。ダイバト君、スライディングでカット。花はチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。マサオ君、パスを出すと鮮やかなジャンプ。カサオ君、敵陣を切り裂く。ジャンプ一番かわった。クイーンシュートだ。いっけ。ここでドリブルを見送る。キーパー止められない。いいことだ、クイーンちゃん。決めてきた。どうしよう、クイーンシュートだ。いっけ。そこだ。ストレッ、横にかわしていった。鋭いスライディング。伊沢君、ボールを狙うも届かない。かわして振り切った。止められない。横をすり抜けた。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。ここはパスを出した。新田君、このパスをカットします。いけ。ワンタッチで送る。ドリブルで突破。体ごとぶつかっていった。高杉君、ここはパスを出した。素早くつなぎます。ダイレクトでパス。前半は両チームともに譲らず、いよいよ後半戦開始です。はっ、甘い君、横にかわして突破。止められない。横をすり抜けた。素早く横にかわす。止められない。このクロスは通るか。このセンタリングをものにできるか。ゴールキックから再開です。よし、パスを出します。やっ、素早く横にかわす。とドリブルを見送る。中村君、ボールを奪うことができません。かわして振り切った。これはごぼう抜きだ。それよ、かわして振り切った。さあゴール前です。それ、ヒットシュートでゴールを狙う。あっと、これも弾いた。いけ。それが、ここは戻るからのディフェンス。鋭いスライディング。いけ。それ、ボールを奪うことができません。
飛び越えた。よし、パスを出した。マサオくん、パスを回す。オバくん、パスを出します。ここでパスカット。長いパスが通った。それ激しいタックル。敵陣へ攻め込みます。イワノくん、それそれそれ、よし、素早く横にかわす。次々にかわしていく。それさあ、ゴール前です。豪快にシュート。そこだ。吉川君、このシュートに反応している。じゃあボールを落とす。チャージが決まった。これはゴール抜きだ。横をすり抜けた。なんかつ、キャプテンのガッツあふれるプレーがチームの勢いを追いつけたか。ああ、なんとこれを止めた。パントキックで大きく蹴り出した。伊沢くん、ダイレクトでパス。やっ、時計はすでに後半の15分に過ぎています。ゲームを決着まで残すところはあった。もらったぞ。振り切った。花はチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。ゴンゴくん、敵陣を切り裂く。高瀬くん、激しいタックル。岩見くん、ワンタッチで送る。いや、それそれかわして振り切った。敵陣を切り裂く。それゴール前に持ち込む。必殺のシュートでゴールを狙う。おいよ吉倉くん、これを最後に切り裂いた。逆転、やったー。リードを奪いました。やっ、ロングパスを受けます。チャージが決まった。あとドリブルを見送る。岩見くん、ここは抜かせません。岩見くん、ボールを奪うことができません。高杉くん、ここは抜かせません。内本くん、このスライディングが決まった。横をすり抜けた。佐藤くん、飛び越えた。小田くん、スライディングで勝つぞ。ワンタッチで送る。それ横をすり抜けた。スラキスリ君、連続突破で見せます。横をすり抜けた。キスリ君、力を貯めて強烈のプリント。吉倉くん、これはキャッチできない。キスリ君、タックルに決めた。決まった。それやった。かわした。絶妙なインターセプト。体ごとぶつかっていった。高瀬君、ここは抜かせません。最後君、スライディングでカット。そんな感じするか。激しいタックル。パスを回す。やっ、中村君、ボールダッシュ成功。さあ、試合も残りわずか。最後まで熱い展開を期待したいところです。いけ、ここはパスを出した。滝くん、素早くつなぎます。かわして振り切った。ジャンプ一番、かわした。滝くん、連続突破で見せます。ツインシュートだ。いけ、ボールに飛びつく。森崎くん、ボールはまだ生きている。南葛、勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。翼がいなくてもこの強さ、これが全国3連覇したチームの底力か。へへ、そういうことさ。
まあ底力って言っても石崎の力はちょっとだけだけどな。何？石崎、翼にお大事にって言っといてくれ。それじゃ代表か高校サッカーかわからねえが、また会おうぜ。おう、またな。それにしても石崎があの南葛のキャプテンとはな、意外だったぜ。お調子者っぽい感じがするけど、怪我を恐れない熱いプレーもするし、案外向いてるのかもな。ダメだダメだ、シュートはせめて枠の中に入れないとノーチャンスだぞ。ポジショニングにも気を使えよ。こっちに回り込めばもっといいシュートコースがあったぞ。はい。そうだ、その息だ。落ち込んでる暇はないぞ。失敗を次に生かすことを考えるんだ。みんな張り切ってるな。ああ、特にあいつだな。この2試合ですっかり自信をつけたみたいだ。自分のプレーだけじゃなくて、今も意識して声を出して 1,2 年生を引っ張ろうとしてる。来年の南葛中にはああいうやつが必要だったんだ。おい3年、俺たちも負けていられねえ。行くぞ。はい。今日もお疲れ。また明日な。あ、また明日な。さて、俺たちはこれからみんなで受験勉強だ。なあ、石崎もよかったら一緒に勉強するか。俺はどうしよっかな。いや、今はこっちの方が大事だ。俺も居残り練習してくぜ。そうか、わかった。石崎もお前も頑張れよ。さて、それじゃもう一息頑張ろうぜ。上手くなってきたけど、まだまだだな。ここまでにするか。そうだ、喉渇いてないか。スポーツドリンクくらいはおごってやるぜ。ふぅ、やっぱり冷えたスポーツドリンクは最高だぜ。しかしお前は熱心だよな。うちのサッカー部は翼に憧れて入ってくるやつが多いけど、練習がきつくてやめてくのがほとんどだ。それなのにお前はすごくきついレギュラーの練習だけじゃなくて居残り練習までしてるんだから、大したもんだよ。あっ、よう翼、こんな時間にランニングか。うん、ちょっと走りたくなってね。石崎くんたちこそこんな時間まで居残り練習かい。おっ、こいつが練習熱心でよ、俺も付き合ってたんだ。そういや翼、医者から練習の許可って出たのか。それはまだ。そうか。それじゃあ俺はランニングの途中だから、またね。なあお前、よかったら明日の朝、そうだな、5時くらいからまた一緒に練習しないか。やっぱりお前はサッカーバカだな。本当によく似てやがるぜ。それじゃあまた明日朝5時だぞ、忘れるなよ。
はよう。ちゃんと寝て朝飯食ってきたか。それじゃとりあえずウォーミングアップだ。よし、かなり体もほぐれたぜ。さてそろそろかな。よっ翼。石崎くん。そう、だから5時に来いって言ったんだ。翼、少し体が動くようになったから練習したくなったんだろう。え、どうして。昨日の様子を見れば翼の考えくらいわかるって。でも医者にはまだ止められてるし、俺たちに嘘もつきたくない。だからみんなのいない時間にってな。で、小学生の時このくらいの時間から一緒に練習してたこともあるだろう。だから来るだろうと思って待ってたんだ。ごめん、どうしても我慢できなくてさ。翼、一緒に練習しようぜ。石崎くん、いいの？仕方ねえだろ。翼にサッカーするなってのは無理だ。でもやりすぎて怪我が再発したら大変だ。だから俺たちが一緒に練習して、翼がやりすぎないようにブレーキ役になってやるよ。ありがとう石崎くん。いいってことよ。それじゃ早速始めようぜ。時間がもったいない。うん。そろそろみんなが来始める時間だ。これがラストだな。行くぞ。よし、そこまでだ。人の技を自分のものにしたいなんてまるで俺みたいだね。でも今日は時間がないな。また今度教えてあげるよ。よし、それじゃあ急いでグラウンドを片付けるぞ。うん、ありがとう石崎くん。翼、実際のところ怪我の状態はどうなんだ。実は今日から本格的なリハビリをすることになってるんだ。それもただ元のように動けるだけじゃなくて、怪我が癖にならないように足首も肩も強化した方が今後のためにもいいって勧められて、普通のリハビリよりも大変なプログラムになりそうなんだ。そうか。でも翼ならきっと大丈夫だ。頑張れよ。うん、石崎くんも君も練習頑張ってね。それじゃあ。そうか。医者に止められてるのに隠れて練習しようとしてたなんて、本当は怒らなきゃならないんだろうけど、でも翼に押さえつけるばっかりなのは合わないんじゃないかと思ってよ。少しでも望みを叶えた方が今よりももっと前向きに治療できるんじゃないかって、そんな気がしたんだ。お前鋭いな。正直言えば友達だからその頼みを聞いてやりたかったってのもある。一人を特別扱いしちまうのはキャプテンとして失格なんだろうな。難しいもんだぜ。あともう一つ、翼と練習したのには理由があるんだ。お前にも翼と練習させてやりたかったんだ。俺も小学生の時からずっと翼と練習してきたけど、やっぱりあいつとの練習は楽しいしためになる。俺がここまで上手くなったのも翼のおかげだ。1年生のお前は翼と練習できる機会があまりないからな。少しでも経験してほしかったのさ。石崎、おはよう。お前たちもう来てたのかよ。早いな。当たり前じゃねえか。体も動かして準備万端よ。よし、俺たちもすぐに支度して早速練習を始めよう。おう。
よし、今日の練習は終わりだ。解散。ありがとうございました。自主練習したいやつは残ってもいいからな。あれは、おい翼、やあみんなお疲れ。今練習が終わったところ。ああ、翼はリハビリの帰りか。うん、なんか疲れてるみたいだな。そんなに大変なリハビリなのか。まあね、でもまた元気にサッカーをするためだ。どんなに辛くたって頑張るよ。それじゃあ家庭教師が来るから、またね。翼が辛いっていうくらいだから相当きついんだろうな。でもサッカーのためってのは翼らしいぜ。うん、あれが大空翼なんだ。お前も見てただろうけど、この夏全国大会3連覇っていう俺たち全員の夢のために、翼は時に厳しいことも俺たちに言ってきた。でももちろん言うだけじゃなくて、翼はその夢を叶えるために必死になってプレーしてた。後でマネージャーに聞いたんだけどさ、東邦学園戦怪我で一時的に退場した時に交代するように言われたらしいんだ。でも翼はそれを断って試合に出続けた。一言の弱音も吐かずにな。周りから見たらバカなことをしてると思われるだろうけど、夢のために目の前の試合に全力を尽くすのが翼なんだ。誰が何と言おうと、俺たちは翼のそんな姿勢に引っ張られてきた。試合の勝敗だけじゃない、翼は何よりもサッカーが大好きなんだ。だから好きなサッカーでは誰にも負けたくない。そのためにあんなに頑張れるんだ。俺たちも翼との付き合いは長いからさ、そのくらいはわかるんだ。俺たちが全国大会3連覇の夢を果たせたのは、その夢のために翼が怪我をしながらもあそこまで頑張ってくれたからだ。そして今俺たちは俺たちだけの夢を持っている。その夢を叶えるために頑張れるのは俺たちだけだ。みんな翼のために、俺たちのために、もう一丁頑張ろうぜ。ああ、ちょっといいか。
ああ、やったー。おい、ハハハ。